ホーミーズ。ずっと女の子にモテたかった。自慢の筋肉ができました。ミセキン。割といい。割といい。ミセキンじゃないんです。今回話題にするのはミソキンでございますね。いやもう全国的に話題になってるミソキンなんですけども、話題になってる裏で。いろんな事件が起きてるんですよ。ちょっとね、今回はそれをまとめちゃいました。はい、この動画に行く前に僕たちは小学校でちょっとだけ話題になるような面白い動画を投稿しております。ぜひ応援してくれるという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではミソキン発売の裏で起きてる大事件の歌まで行ってらっしゃい。ミソキン売れすぎ、ヒカキンさんが1年間こだわって作ったカップラーメン、発売即日コンビニから在庫完全に消えた。売れすぎ、まさかの事態に動画出し、プレゼントキャンペーンも始まる。その金あったらコンビニの在庫増やしてくれ。入手困難のミソキン、なんとメルカリで売られてた。だけどその値段よく見てみたらマジでたけ。いや売れるんかい。ミソキン人気にあやかり、ただのなんでもないものがミソキンに関連付けられ売られる異常事態。なんで売れんねん。蓋に細工を施してラスボスみたいにするな、偽物作るな、鼻水出さすな、涙流さすな、吐かすな。かなりの低い確率で裏に招き猫いるらしい。そんな奇跡を動画で起こした兄の責任さ。兄弟やラーメン系 YouTuber すするさ、コラボのカップラーメンを出したばっかりなのにミソキンとタイミングかぶり話題くわれる。かわいそう。人気 YouTuber たちがミソキン絶賛する中、 YouTube の闇属性カリスマヒカルさんの得点がリアル。皆さん巨大なミソキンもらっててめちゃくちゃ羨ましい。ください。おかえりなさーい。みんな便乗したいでしょ。これで万発狙いたいだけだ。俺らも便乗したい。あ、まあそうですね、今回はミソキンをなんと実際に食べれ。僕はちょっとフライ入れた。食べてたよね。食べてたよね。いやなんかみんな転売がどうこうとか言ってる中、あの僕のマンションの下のセブンイレブンで普通に高く積まれてました。いやずるくない。この動画がいいなと思ったらヒカキンさんのチャンネルの登録高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。ヒカキンさんね。ヒカキンさんね。はい、それではまた次回のヒカキン TV でお会いしましょう。バーイ。